社会民主党の政見放送です頑固に平和暮らしが一番戦争はさせないどっこいどっこい社民党どっこいどっこい社民党どっこい社民党どうか社民党へのご支持をよろしくお願いします続いて 1990人生まれの30歳、バイセクシャルの村田俊一と申します。自由と余裕を持って公共サービスに従事できる環境を整えていきます。これが公共の立て直し。自由と余裕の中で、よりたくさんの現場の声を聞いて、よりたくさんの当事者の声を聞いて、マイノリティ共生やジェンダー平等に向けて、課題の解決と施策の積み上げを行っていきます。LGBT 差別解消法、 包括的差別禁止法、その上に同性婚の法制化、居場所づくり、しっかり積み上げていきます。分厚い公共の上に、多様性を咲き誇れ。令和新選組の政見放送です。法人代表理事、立命館大学専門研究員、世界で最も障害の重い研究者の一人、天端大輔です。 ララ行のラリルレレア行のアイイレワ新選組あかカ,カ行の書きくけここア行のアイウー公認候補のアカサタ行の立ちつててアカサタナハマヤラワン天畠大介です令和新選組公認候補の天畠大介です選択肢を奪われ社会に居場所がないという厳しい現実を生きてきましただから私はどんな障害があっても どんな境遇でも誰もが生きていたいと思える居場所のある社会を皆さんとともに作っていきます他にも男性から女性に生まれ変わった多様性の星日本初のトランスジェンダー国会議員を目指す与田カレ令れいわ新選組の魅力あふれる比例のメンバーをご紹介いたしましたごぼうの党の政見放送です私たちは、政治を 花火のようにしたいいと考えています恐れすぎないでください。怖がりすぎないでください。騒ぎすぎないでください。世界がこれから超管理社会、超監視社会に進んでいくことをとても怖く思っています。大変な思いをし、エンターテインメントもスポーツも壊滅的なダメージを負うかもしれません。強制的に。 負担ばかり増えるからです。政治は祭りごと,と言われていました。私は選挙をお祭りにしたいと思っています。例えば、浴衣に仮面をかぶったり、ハロウィンのように仮装したり、仮装パーティーのようにみんなで国民的行事を楽しみませんか国が1億人に 無料招待してくれるフェスティバルと同じなんです。そして、皆さんと一緒に若い力で日本を盛り上げていければ嬉しいなと思っています。皆さんはどこの党に投票しますか判が遅い NHK 党の政見放送です。 テレビの前の皆さん、そしてスタジオの NHK 職員の皆さん、いきますよ。参議院選挙に勝って N H K っ、NHK をオップ続いて、名簿搭載者の方々のお話です。それでは NHK 党の候補者を紹介してまいります。まずは NHK 党幹事長、黒川厚彦です。黒川厚彦です、えー。サイレントインベージョン。 外国からの侵略行為は武力攻撃だけではありません。2021年9月、統一教会の集会に安倍晋三元総理大臣が参加しており、ネット上では大炎上しました。安倍晋三氏の後継者である高市早苗自民党政調会長も統一教会の集会に祝電を打っていました。政権与党の中枢が天皇はサタンという朝鮮人が作った反日カルト宗教に侵されている。これでは日本国民のための政治が行われるわけがありません。 しかも、統一協会の本部は米国で、米国 CIA が支援してきた影もあり、トランプ元大統領が集会に参加するほど、米国でも力を持っています。資金の流れが不透明な宗教組織を隠れみのに、各国のスパイ活動が行われていると、私は考えています。中国共産党と癒着し、外国人参政権を推進する創価学会も見過ごせません。最後に、そもそも、統一協会を日本に持ってきたのは、岸信介氏、安倍晋三氏のおじいちゃんです。そこで、 一節安倍のせいだ安倍のせいだこんな日本になったのはおじいちゃんの代から CIA おじいちゃんの代から CIA エージェント<に>東京都選挙区スマイル党小宮山博では小宮山博さんの政見放送です柔道 20度30度10度20度30度メイクスマイルは常に心のスイッチをネガティブからポジティブにマイナスからプラスに切り替えます残りの人生を世のため人のため日本の未来のためにそして日本人としての 誇りを持って生きていくことを決意いたしました。小宮山博士は一並、石と死んもう死ぬことすら怖くはありません。戦前の強い日本を取り戻せます。おい、総理大臣国会議員お前ら、耳をかっぽじって、よーく聞け己の私利主欲既得権益 利権にまみれ日本のため国民のためではなく己の保身のために政治家としての信念を忘れ我々が命懸けて守った日本をこんな国に仕上がって恥をしれっドーン実るほど神戸を垂れる稲穂かな権利力によって 傲慢な政治家は恥を知れ。ドーン、ドドーン。十度、二十度、三十度、十度、二十度、三十度。人生何があってもスマイル。